何が不安だったの、全然素晴らしい MC だったじゃないですか。ありがとうございます。このままつないでいきます。このままいきますか。はい、はい、いや不安だらけよやっぱね。何がよそさん来てうまいよさこい天国秋田、ここにお邪魔させていただければちょっと不安ですね。まあまあ、あの煽りから歌から何から何まで、はい、よさこいといえばもうチャキ、チェキ、またまた何が欲しいんですか、ね、本当にあれ誰チャキ、本当に素晴らしいね。チャキって誰かな、ね、まあびっくりだよ。まあ和田さんですからね、もう東北といえば。やめてやめて、ハードル、はい、ハードル上げるのやめて、はい、ドキドキ、ね、まあ、ここでやっててもしょうがないからね。そうなんです。もうどんどん言ってくださいよ、はい、先輩。じゃあご挨拶させていただきます、お隣山形鶴岡市、結成今年で20年になるのかな、2003年より、結成させていただきます上場連大物舞と申し上げます、私どもの上位団体じゃないな、先の団体というのが子どもたちのチームでございまして、私も、その子どもの同行している流れでよさこいに足踏み入れました。そこから20年になったのかなと自分でもびっくりしますけども、おかげさまで何よりこう秋田の皆さん、そして他県の皆様とこうやって縁、そして親しみを、いただきたこと、20年間の私の宝でございます。本日も、あ、忘れてた、まずは第7回八乙女よさこい祭りご盛会おめでとうございます。ごめんなさい、流れでご挨拶させていただきました。まず、でね、奥州心舞の代表さんからも、お誘いいただいて、こういった形でね、秋田と縁これからもつないでいきたいと思います。本日コロナ禍の中、しぶとく私ども3年間やってまいりました。本日の精一杯踊らせていただきます。これが私たちの今の精一杯です。まずはご先頭ありますよ、どうぞよろしくお願い申し上げます。よし行くぞ、いざ、スリThank you.
やば、松井さんありがとうね。いやいやいや、ちょっと無茶でした。まずは5000たまり感謝申し上げます。ちょっと番宣させていただきます。次週ですね、4月の30日、我が鶴岡市、将棋タクト鶴岡にて第6回の月の山よさこい祭り、3年ぶり開催いたします。ぜひね、そちらの方にも、足を運んでいただけたらと思います。12時開演となります。本日八乙女さんの方にも参加していただいている秋田のチームからもご協力いただいております。ぜひいらしてください。ごめんね。5000たまり感謝申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。感謝です。